例えば代弁をしたとしたら、はい、代弁、うん、したら立つの私は、うん、あこのまま立ってそれは私これは私でこれはパーンってあそうで この穴でああそういうこと、はい、これなら、うん、めんどくさいですねあでもどうそうやってやる人もいるはいいますでも難しいですねああそうか今回までやります今回までやりますのでなんか生徒さんがですか、はい、あのね、週末に漫画のクラスをやってるんですよあここでここでで漫画クラスをやっててその生徒が書いたやつあそうですよね人が来た方が要は人の流れを生みたいっていうことですよねインドネシアで買ってってことですかグランメディアで仕入れたんですよ、でその買うとあれなんで、グランメディアのそういうあの、コミックセンターってあるんですけど、はい、そこにわざわざあの足運ん で、で、ね、僕は値段の交渉して、あ漫画よりファッション雑誌の方があのやっぱりターゲットとしてもっと上のクラスだとあファッションはやっぱね結構気になるみたいなあ、そうなんですかアイドルですあ、そうなんですかみんなスカイとで、ここで皆さんこうイベントみたいなあのファンミーティングもやったりとか、してますね漫画スクールもいいですね、すごくあ、これ日本語教室ですかはい、日本語教室です時間はだいたい1時間ぐらいとかですか2時間です、1コマ小あ、2時間はい、1コマ2時間夕方、おこれはいいね、畳か。これ作ったんですよね。今いいね、70万抜き。70万っていうと7000円何千円でもね、発泡シロールだよ。あ、発泡シロールまあでもいいですね、別に。いいんじゃないこれ、もしかして。ウォーターメロンだ。お釣りがないから、お釣りとしてこれ飴もらえるんだ、この国は。これ何円分クルピアぐらい 100ルピアっていうことは200ルピア2円ってことはい2円このシャッターかっこいいおもしろいこのメガネ今日の1本はあとスタルクですちょっとすまないただこのバネ長板なんで全然大丈夫ではあるんですけどちょっと狭いです